お元気ですか？映画パーソナリティの伊藤さとりです。普段お世話になっている方をお迎えして、映画について熱いトークを交わす伊藤さとりのシネマの世界。さあ、今回はこちらの作品からです。宮子さんは僕ですらわからない僕を理解してくれて、どんな人間なのかを教えてくれる人だよ。人とうまくコミュニケーションの取れない主人公のすすめは、つかみどころのない不思議な女性宮子に恋をする。彼女との出会いによって自分を縛る自意識から解放されていくすすめだが、その一方で謎の多い宮子のことを理解できていないと思い悩んでいく。そんな中、彼は宮子の身に起きた衝撃の事実を知ることに。不器用なすすめの斜めでまっすぐな純愛と狂気の物語の行方は。映画「世界の中心で愛を叫ぶ」など数々の名作を世に送り出した脚本家伊藤千尋の劇場映画初監督作品「ひとりぼっちじゃない」が来月公開。そこで今回はこちらの方がゲストに登場。今回のゲストをご紹介します。映画ひとりぼっちじゃない監督、脚本原作を務められました伊藤千尋監督です。よろしくお願いいたします。いやー、ついに映画監督長編監督デビューでございます。おめでとうございます。呼んでいただいてありがとうございます。何をおっしゃいますか、もう本当に各脚本が大好きで大好きでね、ありがとうございます。ずっと見続けていたこの伊藤千尋監督の初の劇場長編映画ということでございますけど、はい、映画を見ると本が読みたくなる、うん、で映画を見終わった後に語られたくなる。だから今日私は質問があまりできないというね。しちゃいましょう。しちゃっていいですかいやでもそういう作品なんですよ。そうですよね。めっちゃこの考察型っていうんですかね。そうですね。なんか私も自分がこう映画見終わった後に、うん、例えば、まあ、自分が一緒に見た人とかそれぞれ見た人とかとあれ見たってなって、その後にあれって本当こうだったのかな、だったのかなって話せる映画が結構好きなんですよ。だからそういう映画作りたいなっていうのは最初からありました。しかもね、またセリフがすごく一つ一つが響くんで、セリフすごい少ない映画ですよね、うん、だからなんか一個一個のセリフの選び方とか、やっぱもう原作は日記形式ですごくすすめの言葉だけで綴られてるんで、うん、その中からどれくらいすすめが実際外に口に出せてる言葉ってあるのかなとかいうのを結構考えて書いてるとかありますね、脚本。この3人が出てくるわけじゃないですか、はい、ね、あの河合由美さんも馬場文香さんもそのまた絶妙なんですよね。三角関係とも言えない不思議な関係が構築されるんですよ、うん、でもこの2人もちょっと捉えどころがないの、うんうん、それがまた面白くって、うん、どっからここも生み出したんだろうってすんごい気になったんですよ。確かになんかまともって何がまともか分かんないですけど、うん、分かりやすくこう物語の中でこの人をまともと思ってみれば物語って理解しやすいって人が出てきたりするけど、あんまり出てこないですねこの映画を。だからなんか多分誰が本当のこと言ってて嘘言ってるのか分かんないっていう風に多分見てると思うんじゃないかなって私も思いながら撮ってたけど、でも多分その登場人物たちはみんな自分が嘘をついてるつもりはないっていうふうに思ってるよねっていうのをみんなと多分話して演出してましたね当時。見た時に私アリアスター監督大好きなんですよ、うん、なんかねミッドサマーの時に異様に考察したに近しい感覚を覚えて、あ、本当ですか？めちゃめちゃノートに書いたぐらい相当嬉しい。いやだってあの水の音のボコボコとかね、これをあえて入れるその体内の記憶的なものの意味はとか、うん、あれは幻覚とか、うんうんうん、特にこれ多分撮影するスタッフの人たちもいちいち監督に聞きながら撮っていったのかなって思いましたが、うんうんうん、質問されてることに関しては、うん、多分ほとんど答えているんですけど、みんなスタッフが後で見た時にえこういうことだったのかって結構言われて、うん、でも私も自分でできたの見てあこういうことだったのかってちょっと思ったから、うん、まあそういうふうになんか多分
自分がガチガチに絶対こういう作品にしようと思って多分作ってなかったんだと思うんですよ、私も。この今この環境でできる中でみんなのなんかアイディアとかそこで出てくるものの中で構築させていけたらいいなって思いがすごいあったから、構図もすごい奥行きを考えて撮ってますよね、カメラのアングルも、なんかね、そういうなんだろう、脚本家でもあるのにもかかわらず、余計なセリフを排除して見せるっていう、すごいこのこだわりというか映画愛を感じました、それはいつからそんなことを多分、ね、私はもともと脚本書いてる時他の脚本家さんに比べるとセリフ最小限なとこ多分多いんですよね、まあ、原作とかをやっぱりやってる時はあこのセリフもいいセリフだしこのセリフも大事だしってなってくると割と多くはなるけど、それでもかなりそぎ落としてるタイプの脚本家なんですけど、それが自分のになったらまあほぼなくなるずっと静かで、そうみんなこの試写室今のとこ見てると本当に緊張してますね、見てる人たちが。私も緊張するけど、本当になんか物と立てちゃいけないような緊張感の中で見なきゃいけない映画になってるけどって思っちゃってるかもしれないけど、私は結構もう笑って笑えないかもしれないけど、ちょっとシュールすぎて笑えないかもしれないけど、意外とちょっとコメディーなんじゃないかなってどっかで思ってるんで。これはちょっとね、言葉に言い表せないというか、本当ね、見終わった時にあのアイテムはとかね、あのモチーフはって言いたくなる、謎解きもあるっていう。あ、そうですね、なるべく一個一個を見落とさないで拾ってってくれると、意外となんかすごい、全然分かりやすい映画だったって人と全然分からなかったっていう人がすごい真っ二つなんですけど、多分それって見えてる人と見えてない人、その情報がどれだけ入ってきてるかでも結構違うのかなと思う。ぜひ見てください。